おはようございます。黒岩です。今日なんですけども、今日現在3月21日、イチロー選手がね、現役を引退されて、そして僕は、イチロー選手はね、僕サッカーをしてたんですけど、野球あんまり知らないんですけども、そのイチロー選手のはほんまに偉大で、僕もすごいなと思ってたので、その引退会見もね、見てたんですけども、その引退会見を見ててね、僕が思ったことがいくつかあるんですよ。それでそのいくつかあることを話していきたいと思います。まあそのことなんですけども、イチロー選手は記者からの質問に答えて、記者がね、反応は薄いんですよ。その後にイチロー選手が何度も一人一人の記者に対して、大丈夫？おかしなこと言ってる？って答えるんですよ、イチロー選手が。それはなぜかと僕は考えたんですよ。その記者がなぜその質問して、イチロー選手が答えて、その質問に答えてもらった答えを、記者が、一般の選手ならその答えられた答えに対して質問するはずなんですけど、記者は。その記者はもう質問に対して答えられたら、それ以上質問できてないんですよ。言うたら、これが本当のレジェンドと呼ばれる選手ではないのかと僕は思いました。やっぱりね、そのオーラやいろいろなものがあって、イチロー選手は多くの夢を叶えてきましたと言ってる通り、知らない人は日本中でいないんですよ。アメリカのメジャーリーグでも名前も知れ渡ってますし、そんな日本で知られてないわけがありません。それで、私は野球で多くの夢を叶えてきた。日本でのキャリア、そして2001年からはメジャーリーグと両方ですと答えています。そしてやっぱり、レジェンド感がすごすぎて、記者はね、質問して、イチロー選手がその答えを言っているのに、返答しているに対して反応しないから、記者は「大丈夫？おかしなこと言ってる？」と何度もね、その引退会見で言ってるのがすごく印象的でした。僕的には、そのイチロー選手はね、明日も明後日もずっとトレーニングは続けるとか言ってますが、やっぱりこの彼にとっては野球を引退するっていうものは大きな分岐点であり、これからの人生全然違う、もう別の人生を歩んでいるようなものではないかなと自分は思いましたね。皆さんもぜひ引退会見の動画、もしかしたら残ってるかもしれないんでね、ぜひ見てほしいなと思います。そして最後に彼が言った言葉は、日本とアメリカのファン両方に、そして私を支えてくれた全ての人に感謝しますと答えました。今日はね、このリアルタイムでね、イチロー選手の話をしたんですけども、これからもね、こういった話をね、してあげていこうと思うので、ぜひ見ていただけたらなと僕は思います。ぜひね、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。今日はこれで終わりです。それでは。